本日は12月種まきできるもの放着栽培編です。イエイ。12月はねそんなに種まきするものはないんですけど、うん、発想の転換と、やり方次第では種まいて植え付けるほっとく収穫するですね、放着栽培できます、うん、楽して美味しいものを作りたい、それはそれで12月できるという方法があるというお話です。こんにちは。こんにちは。どうも、岩崎です。どうも。どうも。どうも。もう12月ですな。おう。もうすぐ、もうすぐ。この動画配信してる時はもう12月になってんのかな。そうかな。わからん。うん。けど、12月です。はい。12月、横着栽培、種まきできるもの、イエイ、どん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 、パフ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 。相変わらず、なんかすっとぼけに明るいね。そうね。もうね。ええ年してんのにな。はい。いや、頑張るよ。うん。うん、頑張ろう。イエイ。12月ね、はい、種まき、横着栽培としてできるもんですね。まあ、横着栽培じゃなくて、できるもんもあるんですけど、うん、まあ、基本的には12月寒いので、うん、虫と病気はほとんどなくなります。そうやな、まあ、ちょっとね、あの白サビ病とかね、あっちね、うん、あとはあの猫ぶ病とかね、うん、そういうのはちょろちょろアブラナ科では出てくるかもしれないですけど、うん、基本的にはあの病気も乾燥してるんでね、冬はね、うん、西高東低の冬型で空気は乾燥しますので、うん、空気が乾燥するということはやっぱり病気はね、カビが基本なんで、じゃあ なのであんまり出ないね、うんうん、ということでね、虫もほら寒くて出てこない、そうね、ってことはもう農薬関係は一切なく、いい、ね、無農薬、いいね、で、あの横着できると、いいね、基本的にだから種をまく、ほっとく、収穫する、ね、植え付ける、あ、こっちからやったっけ、うん、そうだね、うん、いつも間違うね、うん、植え付ける、ほっとく、収穫するですね。まあこういうことですね。これも横着栽培ですね。ああ、水つけてるだけやからね。ニンニクの芽で、うん、まあこれはあの関係ないですね、はい、まあ、それはさておきです、うん、でちゃんとね、あの横着栽培できるものということで、そうそうそう、まあ何があるかというと、まあ、本気で栽培するんならもうレタスぐらいです。レタス、サマレタス、サマレタス用のこれもいいよ、サニーレタス、サニーもね、うん、種今から巻いて、うん、で植え付けが今巻いたら1月か2月やね。あ、もう年明けか。そう、年明けで、もう普通の地肌のところに巻くと、4月か5月ぐらいかな、できるのはそれぐらいのロングランですけども、うん、できます。でレタスをねする場合は、あの土作りだけね、うん、ちゃんとして、うん、そこは横着せずに、やっぱ苦土石灰をたっぷり入れる。あのチップバーンって言って、レタスの葉っぱの先っぽだけ茶色くなるっていう、うん、あれはカルシウム欠乏症なんで、うん、あのしっかりね苦土石灰入れといてもらって、あとはあの肥料をね、うん、まあ、追肥はねもうあんまり効かないよね、うん、はっきり言って、まあ、多少はするけど、あの冬場やからねあんまり吸わないので、うん、もうしっかりとあの元肥でね、元肥で入れて、あのうちはもともと肥料あんまり入れないからね。そうね。肥料が足りないっていうのはよく起きるんだけど、うん、でも肥料をね入れすぎると入れすぎるで、あの障害は出るんやけど、そうですね、ただそれはやっぱ夏から秋にかけてのあったかい時期は出るけど、もう冬の寒い時期はそんなに肥料吸わないので、うん、まあ、しっかり入れといた方がいい、うん、肥料入れないと巻かないっていうかな、巻いてもちっちゃいまま固まるみたいな、うん、そういうのが起きるんで、まあ、肥料部位なんで肥料をたっぷり入れた方がいいですね、うん、でその2つぐらいを注意して、土作りをして、あとは植え付ける、ほっとく、収穫するですね。いいね。冬はだからね、あれや、アブラムシがね湧くことがある、うん、それとあとはあの春先のヨトウムシね、うん、この2つはひょっとしたら消毒せなあかんかもしれんけど、それが出なければずっと無農薬でいけますな。いいね。まあ、だから1つ目はレタスです。で2つ目はもうついでにルッコラですね。ルッコラ、ルッコラ、ルッコラです。油中です、うん、ロケットサラダね、苦いやつ入れる、うん、あんまり無理。
まあそういうのもあるよ、はい、これは付け足しです、はい、で次ね、こっからは本気じゃなくて家庭菜園的に、今から種まいて、うん、2月3月ぐらいに取るよっていうので、うん、葉物野菜ね、うん、ほうれん草、小松菜、チンゲン菜、水菜、春菊、この辺ですね。いいね。で巻いて、ほうれん草は冬の寒さに当てて、家庭菜園やから別にこんな大きく作らんでええやん。ちっちゃいので、はい、柔らかい状態で食べると、うん、でも甘いみたいなね。いいね、うん、あとは春菊とか、水菜は、うん、ちっちゃい状態でベビーリーフとして食べる。いいね。うん、まあこれぐらいの長さにはなる。それ以上ね、3月引っ張ると花芽が出てくるね。ね、そしたら重なるよね。そう。で、あえてチンゲン菜と、小松菜は、うん、その花芽を狙って菜の花として食べるってね。うん、3月ぐらいに。そういうやり方がありますね。うん、だからこれはまあ家庭菜園限定で売り物には基本的にならないけど、ね、でも売り物にする方法もあるね。うん、春菊、小松菜、水菜か、うん、その辺をベビーリーフとして売っていくみたいな、ね、まあ面倒くさいけどね。でも柔らかくて美味しいでな。そうだよ、ね、うん、間引きな的な感じでな。そういうのも狙えますね、うん、次にね、まあこれはねちょっとね、まあ、レタスもねできるんですけど、横着栽培でもないかもしれんけど、まあ手のある人は家庭菜園的にねやってもらったらいいのは、保温をしっかりして、あとトンネル、うん、あとはマルチ、うん、マルチちゃうわ、うん、間違ってんな、うん、マルチ、トンネル、マルチ、マルチ、これトンネルじゃない、マルチ、トンネルな、そう、思ったわて、をして、まあレタスを植えるんでもいいし、うん、あとは春大根、おお大根ね、人参、うん、小株、かぶらね、うん、この辺をトンネルしてやるんなら12月でもいけるかな。おお、なるほど。で、トンネルするときに普通のビニールトンネルすると真冬でも40度とか平気で行くんでね、あの中。あ、そうな。暑くなる。だから換気せなあかん、ね、火が出てるときとか換気せなあかん、ね。それはめんどくさいね。それはめんどくさいやろ。だから横着栽培で何するかっていうのを、トンネルの部分を不織布でします。おい。不織布でやっとくと、まあそれは温度はそこまで上がれへんね。でも換気しなくていいね。おいいね。で、水を撒きたいときは、うん、不織布の上から撒けばいいね。あ、上からね。水そのまま入るから。まあ、水はほとんど冬場はね、せんでもいけるからね。そうだよね。うん。でも、トンネルで横着栽培ということは、うん、上を不織布にするだけで、いいね。うん。換気いらず、うん、で、水やりも、うん、上げなくていい、ね、基本的にこれ上げるとめんどくさいな、上げ下げが。そうなのよ。たまにどなくなんかなんか水のぞくぐらいでええやん。そういう意味でトンネルをするのは不織布にすると横着になります。うん、いいね。そうやろ、うん、まあそんなもんかな。あとはね、横着栽培ニンニクの芽やね。ペットボトルでニンニクの芽、こっちもそろそろね、いけそうだね。いけそうだね、うんうん、こっちは一回取ったんです。一回取った。一回取ってもう二回目です。ね。うん。でもニンニクもまだね、全然しっかりしてるし。うん。まあポイントはね、水につけないってことだよね、ニンニクをね。本体よね。本体、根っこだけつけるように。根っこだけ、ね。そうすると腐らないんでね。そうそうそう。うん、いい感じです。あ、でもこれちょっと柔らかくなってきたな。うん。なんかこのニンニクも根っこも全部食べれるとか聞いたけどね。根っこも。うん。でもまあ、臭いかな。え、臭いんじゃない。まあとりあえず芽だけでね。そう。これいいよね。これいいね。卵パックとかうまくしたらこれできるじゃん。あ、そうだね。うん、臭いんよ。そう、めっちゃ臭いね。めっちゃ臭い。でもまた新しい、ほら、芽の出たニンニクがまたまた出てきました。いいじゃん。うん、ね、これ他にできんかな。まあ豆苗的なやつな。そうそうそう。この間水につけてやってな、と結局ひっくり返してな。そう、まあ、水につけてたら多分腐るやろな、ね、うん、だからまあなんかスポンジとかオアシスとかでやればいいやん。まあ、それはそれでめんどくせえからな。めんどくせえ。うん、お茶臭いわじゃないのでやめた。やっぱめんどくさいが出てくるんだよ。そう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 。やっぱね、楽して美味しいもの、安心安全なものを食べたい、うん、これが横着栽培の基本でございます、うん、やっぱり楽しないとね。ね、うん、だからね、めんどくさいことはね、しちゃ、どうしたの、うん、皮が止まった。皮飛んでんのか、うん、まあ、12月でも皮おるからな、うんうん、な、だから、あれやな、あれ、脱芋ってあるやん。なんか聞いたことある。名古屋でさ、この
要はこの山あの里芋のこのあれやと思うね、ね、うん、新芽というか続き、うん、軟白栽培の、うんうん、それをねできひんかな。はい、エビ芋ってさ今ここにないけどさ、うん、エビ芋はさ、うん、あのこれ食べれるやん。そうだね、続きが、うん、だから新芽も食えるんやと思うね。まあ、新芽をちょっとどうにか水耕栽培的に伸ばして、うん、食べれないか実験してみようか、うん、それもさちっちゃなエビ芋ばっかりあのカスのエビ芋を目出させてさ、まあでも冬場は出ないかな。そうやな、うん、もうちょっと暖かくないと、うん、まあ、暖かいかもしれない。まあそんなことをいろいろ考えつつですね、横着栽培研究家として私は、うん、あの自称ね、自称横着栽培研究家なのでいろいろ研究しようと思ってます、うん、で特にね12月はねあの本当は種まきするもんあんまないんですよ。ないないけども、なぜ種まきするもんがないかっていうと、要するに冬場大きくならなくて春寒さに当たって春になると花芽が出てしまうから、うん、遠立ちしてみんなあの横着栽培できない。ただ今日言ったねレタスっていうのは遠立ちが23度か4度か以上でないとしないので、うん、あの春になってもまだ遠立ちする温度にならない。なるほど、うん、あとはあのあれよ春大根とか、ね、うん、人参とかもその遠立ちはまだしないわけよ、それ抑えてるわけよ、そういう品種を使ってるからな、うんうん、で他のナッパもさあの遠立ちする前に取っちゃえばいいやんっていうね、発想の転換よね、うんうん、要するにこの時期はあの横着栽培は非常にしやすいんですよ、あの虫も病気も少なくなるんで。ただ大きくならないし、で寒さに当たるんで春が来たらみんな花芽つけて遠立ちしちゃうっていうリスクがあるんで植え付けるもんがないんだけで、うん、だから遠立ちする前に食べちゃうか、もしくは遠立ちしてから食べちゃうかみたいなね、うん、そのチンゲン菜とか小松菜はな、ね、遠立ちして花菜の花として食べればいいと、うん、そういう発想なんで、発想を切り替えればね、うん、これだってほら根が出てるのをね食べちゃえばいいっていう発想の切り替えなんで、うん、そういう意味で横着栽培できるかなと。まあ、あの、あとは取り遅れた白菜とかもね、花でビューで出てきたら、ね、花食えばいいだけで、まあ、でっかい白菜もったいないけどね。そうね。まあ、そんな感じですな。はい。12月の横着栽培、栽培するものは少ないですが、うん、それでも、あの、やろうと思えばできますよ。うん、まあ、あの、あれやな、北国はちょっとまた別やけどね。雪の降るところは別です。南の方面だけですけどね。うん、まあ、日本列島縦に長いので。いろんなバージョンはあると思いますが、です、今回の横着栽培は、12月横着栽培種まきできるもの、関東より西南限定かな、うん、と思いますが、関東言うても宇都宮とか結構寒いからね。そうか、おう、ね、寒い寒い、あの辺は寒いよ、うん、もうライトレール走ったんだな。宇都宮もよう行ったね。そうか、まあ、そんな感じですね、おしまいです、はい、それでは皆さんさようなら。